はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。ダイナソー龍崎です。さあ本日なんですが、恐竜デッキをですね持ってきたんですけども、恐竜デッキ実はね、ちょっと強化されてましてですね、この何が強化されてるかっていうと、1個前の診断だったかな、超越竜が来たところはまでは多分動画にしてあると思うんですけど、再診断でですね、これが実装されてまして、赤き竜っていう、これ実はですね12シンクロできるんですね。恐竜デッキってゼノメテオロスというモンスターがいまして、これ手札かフィールドの恐竜族を破壊すると、デッキは通常モンスターを恐竜族のやつ一手出すよみたいな効果あるんですけど、これでヒチューナーのフロストダウルス持ってくると、レベル6のヒチューナーとレベル6のチューナーということで、12シンクロができるんですよね。でこの効果、一応恐竜族、カリュー族、原竜族、ドラゴン族しか出せなくなっちゃうみたいな縛りが入るんですけども、赤き竜が、ドラゴン族なんで、問題なくシンクロ召喚ができると、ガバガバ条件なんでね、いくらでも出るんだけど、これで、じゃあこれで何するかっていう話なんですよね。恐竜族デッキ赤き竜出るけど、赤き竜が出るとするならば、やっぱ基本的に狙っていくのは12シンクロをもう1体立てて、12シンクロをもう1体出す、コズミックブレイザーであるとか、カラミティであるとか、こういうモンスターを出すのが一番多分強いと思うんですよね。で恐竜デッキはですね、これね、超越進化薬ベータっていうカードありまして、これ進化薬魔法カードなんで、これアルゴザウルスとかでサーチができるんですけども、これ何ができるかっていうと、手札フィールドから恐竜族モンスターを含むモンスター2体をリリースすると、恐竜族含むモンスターでいいんで、手札誘発とかでもいいんですけど、2体をリリースすると、リリースしたモンスターの攻撃力の合計以上の攻撃力を持つレベル5以上の恐竜族モンスターをデッキかエクストラデッキから、特殊召喚ができると。でこの効果の発動後にまた縛りが入っちゃうみたいな効果なんだけど、これ要はエクストラデッキからどでかいモンスターを出せるんですよ、このカード。手札のモンスターをリリースしてもいいんで、要は余った手札誘発使わなかったウララであるとか、例えばこのサイフレームドライバーであるとか、卵とかこの辺のモンスターリリースして、どでかいモンスターが出せるんですね。でどでかいモンスターが出せるならレベル12シンクロ出しちゃおうと。グレイサウルスってやつがいまして、これレベル12のモンスターなんですけど、こいつが要はこの魔法カード出てきて、でレベル12シンクロができるんで、ここでだからこれとこれが並ぶんですよ。赤き竜とグレイスが並ぶ、するとをするとということで、今日はですね、恐竜ギミックを使った、この最強ブーブー、これ見せていきたいと思います。で恐竜デッキね、ここにプラスして例えばエルフとか出るんですよね。エルフの対象耐性付与とかができるし、あとその横に、基本展開するとドルカかラギアがどっちか出てるんですよ。はい、だから相手の魔法トラップとかモンスターの方が無効にできるっていう、だからこれだけじゃないムーブができるんで、結構ね先行めっちゃ強かったっす、使ってて。はい、早速ちょっと見ていただきましょう。デュエルスタンバイ。さあまずはね、基本展開というやつを、お見舞いしていきたいと思います。卵プラス、ミセラとか卵プラスオビラプターとか、基本的に卵がないと大体動けないんですけども、卵が、一応化石調査とかでサーチできるんでね、ワンチャンあると。で、増殖する G ぶち込まれましたんで、墓穴をぶち込んでいきます。誘発全部結構重いですよね。うららも、ミセラのリクルート効果とかに打たれると重いし、で墓穴も増殖する G も、激重いし、無限保養も重いしというところで、無限保養とかはね、後打ちでミスラ打てるといいんだけど。でこれ超越進化薬ベータっていうあまりにも謎すぎるカード、これをね、新規カードなんですけど、これをサーチしてきまして、でプチャドンの効果起動しまして、オビラプターを特殊召喚で、オビラプターの効果でこれ召喚機まで使ってないので、ベビーキャラを手札に加えていく。でまず一旦リンクリボを作って、これリンクリボ作んなくてもいいんだけどね、実質これ正直その CA のゲームとか踏むから、正直リンクリボ使わない方がいいかもしれん。これリンクリボいらない可能性もある。はい、この展開の時はね、一般的にその究極進化が打つ時はリンクリボは除外することがあるから、結構いるんだけど。でプチナロドンを蘇生しまして、プチナロドンを爆破しまして、自分の墓地から、ベビーキャラサウルスを出してくる。でそうするとプチラドンの効果が起動して、上級の恐竜族を出してくれるんで、ゼノメテオロス特殊召喚で、ゼノメテオロスの効果でまたフィールドのカードを爆破しながら、通常モンスターをリクルートしてくるよみたいな効果あるんですけど、でこれで、フロストザウルスを特殊召喚して、でベビーキャラサウルスの効果でレベル4だったら何でもいいんですけど、ミスラサウルスを特殊召喚しておきます。で、2体でとりあえず、もう遅すぎるニビルケアのドルカを出してあまりにも遅すぎる、ここねラギアにするパターンもある、魔法トラ
ップの向こうがないんですよ、今この状況だとね。まあ、ラーズを出せるとラーズが一番いいんだけど、まあ、いないんで、まだマスターデュエルには。なんで、ここで、赤ケリュー出しまして、で、ここで超越進化系ベータっていう意味わかんないカードを打つと、手札の、2体のモンスターをリリースし、なんか謎にレベル12の、超越竜グレイズザルスが出てくると。はい、わかりましたね、もう皆さんは。はい、このレベル12が存在していて、赤ケリューが存在している状態、これです。はい、で、赤ケリューは一応、エルフのリンク先にいるので対象体制があります。さあ、行きましょう。はい。はい。はい、相手なんも効果発動できない、まあ、わらびだとちょっときついんですけどね、はい、わらびだとちょっときついんですけども、まあさすがに先動いてからも出した方がいいかなっていう。おお、やばい、ちょっと待って、これ普通にクシャトリが出てきた、クシャトリがユニコーンできたんだけどっていう話で、でスプライトエルフの効果起動して、一応、メインフェーズ終了されるよっていう効果だったので、まあこれどっちでもいいけど、まあ、プチュアラドンかなんか蘇生しといて、はい、で、どれかがね普通にしょられるか、エルフがしょられるかされちゃうんですけども、まあまあさすがにどれかですよね。まあどれかも、モンスター効果2回向こうあるんで、はい、でカラミティとこの何、グレイサウルスがいる状態で、これカラミティでぶん殴ったらこれ勝てるんで、多分基本的には、はい、なんですけども、一応ミセラサウルスの効果使いましたね、確かで、ミセラサウルスの効果で一応まあ、レベル6まで特殊召喚できるんですけども、除外すれば6を何特殊召喚する必要はないかなと思って、まあ、呼んでオビラプターを呼び出しに行きましたね、はい、でここで、まあ3枚のモンスター、恐竜族モンスターをゲームが除外すると、レベル4の恐竜族が特殊召喚できるんで、まあ、この増時打たれまして、でお前の増時許すわけねえだろうっつって、まあ、2連続で引いたハッカーナを打っていく。許すわけねえだろうがって言いながらね、で俺殴ったら勝ってるから、まあ一応殴ってもいいんだけど、一応ね後ろあったので、まあちょっと後ろいろいろ踏みに行きたいといったところで、でベビケラを特殊召喚する。はい、これがまだ1回目なんで、まあ2回目で、まああとまあ何なんつうの、2ビルぐらいなんで、あ本当に何1キルを止めてくるので、でオビラプター特殊召喚で、オビラプター効果発動で、ユニコーンの効果もう今更あまりにも遅すぎるエクストラ破壊、まあどうでもいいですこれ、何抜かれてもまんま何抜かれても別にいいというところで、はい、でこれはさすがにアルコンしたかな、アルコンも出しに出る気がします、まあ、特殊はできるんでね、アルコンは。でもうなんか余計なことせんと殴りに行った方がいいんじゃないかなっていう判断をして、確か殴りに行きましたね。レベル12 2体でアーゼウス正規召喚もできるの、草これカラミティとグレイスザウルスで、なんかレベル12のモンスターが2体っつって、アーゼウスっていうことできますんでね笑びだった場合はそれやってもいいかもしれないです、はい、でこれ殴って終了と。最強対戦ありがとうございました。あーなんかフィールド揃ってていいね、これなんかカオスマックス、カオスマックスやん、これ熱いな、このフィールド、これな、相手のフィールドもなんかこっちでいじれればなまあそんなことあるか、あれいつになったらさフィールドのとさ BGM ってさ一致するんだろうね。まあ俺 BGM 基本的に先週でつけるからさあんま関係ないんだけど、俺は聞かないんだけど、なんかそのユーザーの意見としては、その自分の設定したフィールドにさ BGM がディメンションアトラクターきっしょ、これはさすがにガンマぶち込むしかないな、はい、でガンマぶち込んで、さあなもう一番あんねん、なんかね増 G かな、 G だとめんどくせえなこれ、あ分からん、なんだこれで、ガンマが一応特殊召喚されて、はい、でディメンションアトラクターはちょっとさすがに恐竜デッキにはほんと致命傷というね、まあ、恐竜デッキっていうか、まあ、大体のデッキで致命傷という話あります、ありまして、でアクセルシンクロスターラスドラゴンが特殊召喚され、アクセルシンクロスターラスドラゴンの効果で、サイクレームギアガンマを特殊召喚して、で一応ここでバロネスを出して、まあ相手のねこれ以降の誘発をケアしていきたい。増時じゃないのこれ、なんか光ってた気がするんだけどなさっき、うん、でオビラプターを召喚で効果起動で、オビラプターの効果でうららガンマに打てばよかったのに、なんかやった、これ無駄打ちです、これミスラあるんで、ミスラの効果が通ってるんでメインフェーズ中相手の効果受けないんで恐竜族モンスター君が
はい、おっと相手だいぶきついぞ。ドロール&ロックバード、やばい。なんか相手なんか全持ち芸人だったわ。全持ち芸人してるくせにさ、誘発一枚も取ってないけど大丈夫これ。なんか高校最強ハンドしたのに相手なんか全持ち芸人したのに何も取ってないけど大丈夫これ。なんでさっきガンマに打たなかったんだろう。うららガンマは一応、あ、でもあれか、無限に使われるのうざいってことなんかな。でもそれでも打った方がいい気がするけどね。さすがにディフェンシャーターが通した方がいいんじゃないかなって気がするけど。でベビキャラサウルスの効果なんかわかんないけど、なんか自由に展開していいらしいので、まあちょっと敵から特殊化しましょうか。プチュアノドンですね。はい、でもニビル飛んできても一応恐竜族は残るんでね、一応ね。で着地で何あのドルカザ、ドルカが出るんで、ドルカはニビル無効にできるんで、まあ結構これは強いかなっていう感じがします。でこれ手拍子で一応リンクリボー作ってだけど、これいらねえな、リンクリボー。別にこれビーンステッド逆に踏むから弱いまであるな。でまあその究極進化学ベータの場合はね、あのリンクリボー使わないから、特に墓地のあんま関係ないんだよね。まあでも今回ガンマもいるから、まあ、リンクリボー余計使わなくてもらった。いやでも結局あれか、ビーンステッド踏むんだったらガンマが踏むからあんま関係ないわ。でプチラノドンを蘇生しまして、でオビラプターの効果でプチラノを破壊しまして、ベビキャラを特殊召喚していく。まあこの動きをすることによって、まあモンスターが1体増えるんでね。はい、でプチャラドンの効果が起動されて、ゼノメテオロスが爆弾で、ゼノメテオロスの効果を使ってしまっていいか。ゼノメテオロスの効果起動、ベビキャラ爆破して、フロスト特殊で、ベビキャラの効果起動して、これ何でもいいな。オビラプター、まあ、ちょデッキの中にミスラサウルス1枚残しておきたいんで、一応こんな感じでいいんじゃないか。これで、まあ、一旦ドルカ作って、一応に遅すぎるけど、まあ、一応ニビルケアですね。はい、まあ、バロネスとエルフが行ったところでそんなに影響はないんですけど。でリンク先に置いて、でこれでエルフのリンク先のモンスターが対象取れないんで、まあ、ドルカとか矢掛流に妨害が打たれることがないという感じです。はい、で超越進化焼ベータの効果発動する。ミセラと、あれ？え、なんで？これなんで手札のモンスターリリースできないの？あ、そっか、攻撃力以上か。やべ、ミスったわ。ちょ、ミスったわ。ミスったけど、いや、まあ、ミスった。まあ、なんとかなんだろう、これ。ちょ、わかんねえ。ちょ、無限包容が痛いか、これ。結構。ちょっとミスったな。あのね、ちょっと待って、リリースするモンスターの打点が、ちょっと高すぎて、パンクラの打点が高すぎて、ちょっと問題だったな今の。パンクラの打点が高すぎる問題だったな。ちょっとしょうがねえか。エンドフェイズグレイスダウルス結構打点高いんですけど、あ、エンドフェイズは何もしないで、これで、まあ、一応相手のターンになって無限包容がきついけど、無限包容さえなければって感じだな。うん、まあ、一応赤きれい効果使います。対象で、スタンバイ、あ、大丈夫そうだ、大丈夫そうだ、大丈夫そうでした、大丈夫そうでした。はい、大丈夫ですね。で、カラミティが爆弾、はい、危ねえ。で、カラミティの効果対、適用されて、で、さらに、バロネスの効果が起動して、自分の墓地から、これ、なんでもいいっすね、これ、マジで。これ、ゼネメテオスかなんか、特殊召喚しときます？エルフとか特殊召喚しても意味ないしな、あんまり。2蘇生したところって感あるけど、これ2はできないか、これ。ゼノメテオロスを特殊召喚、はい、よいしょ。これでまた次のターンバロネスからできる、はい、バロネス出してみたいな動きできるんで、でカラミティが適用されてるんで、はい、終わり。これゲームとして成立してる？あ、まあ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 悪くはないが、ちょっとうらら重いかな、ちょっときついかもしれない、その辺が。マジでさ、ゼノ、グラウンドゼノ全然引けないんだよな。グラウンドゼノがね、結構強いんですけどね。まあ、ミセラサウルス、効果起動して、ここでユララがね、マジでね、痛いんだよね。このデッキ。結構なんもできなくなる。あ、いけるわ。アルゴサウルス特殊。アルゴ効果。で、卵叩き割って、で、効果起動して、超越進化ベータ持ってきて、ほんで、ベビー&ケラーサウルスの効果によって、ゼノメテオロスと一緒になんかモンスターが爆弾するんで、まあ、まだ召喚権使ってないんで、オビラプターですね、これはね。はい、で、オビラプターが、持ってこれて、はい。で、オビラプターの効果。
プチダノドンでいいのか、いやベビケラサウルス、いやこれ一回ベビケラサウルスじゃないとダメか、これベビケラサウルス、ベビケラサウルスの方がいいな、ベビケラサウルス、ベビケラサウルスで下級リクルート&、あそうだね、ベビケラでベビケラ持ってくるのでいいから、ベビケラを持ってきて、で召喚します、はい、で一旦リンクします、でこれで対象耐性付与します。ただここへの無限抱擁が結構重かったりするんですけど、まあ、 相手何もチェーンないんで多分大丈夫でしょう。でベビー&ケラーサウルスを、特殊召喚で、オビラプターの効果起動して、ベビーケラーサウルスを叩き割ってで、これどっちだっけな、ね、ちょっと待って、右側蘇生すればいいんだよな、確か右側、これどっちのベビーケラーか分かんなくなるからさ、これどっちかか分かりやすくしてくんねえからなんか順番にしてほしいよ、待ってんのか、でも順番には一応デッキからプチラノドンが、特殊召喚され、あこれでいいんだよな、でこれ特殊召喚される、はいはい、でゼロメテオロスの効果起動して、プチラノドンを爆破して、なんかもうなんかいろいろ卵が湧きすぎてやばいな、卵産みすぎたかこれ卵を産みすぎた問題発生で、これで、フロスサウルスからのプチラドンの効果起動してレベル4の、まあ、ミセラサウルスでいいかな、ミセラサウルスを特殊召喚で、まあ一旦ですね、まあドルかラギアのがいいか、魔法トラップ無効にできた方が無限保有とかケアできるじゃん、多分ラギアの方が強そう、なんかドルカで一応いつもニビルケアとかやってたんだけど、これなんかラギアの方が良そうな気がする、これ、はい、これこっち神聖なんですよ、神聖モンスターの召喚特殊を無効にしたり魔法トラップ無効にしたり、まあ、その代わり素材が2個使っちゃうっていうデメリットはあるんですけど、はい、で超越進化ベータ使いまして、手札のなんだっけパンクラとか、毎回パンクラ引くな、パンクラお前そんなに行かなくていいんだよ、お前先行は高校は頼むから来てくれ、でグレイスからの、まあ、2体で一旦赤き竜シンクロ召喚をしまして、これではい神ゲー置きます、でこれで相手と赤き竜の構えが完了対象耐性赤き竜完了で、エンドフェーズ、わあさあかかってこいよボケがよ、今からてめえ俺残殺されるんだよ、お前の手札のカード何も使えねえからな、言っとくけど優先権よこせ早く、お前何してんだよこれ、何考えてんだこれ、速攻犯あんだこれ、なんかなんだこれ、楽園開幕とかそっち系か、え、いやエリクとラギアか、あうざい、まあでもカラミティはできる多分、え何これ、そんなバカだ、逃げろ赤木竜、赤木竜、あちょっと待ってくれ、なんだなんだその謎のコーディウスとかいうモンスター、クソ強いやんけ